するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。第4局、オーラス、開始です。皆さん手配を開けてください。さあ、ドラが3ピン。大井さんの親がやってきました。無理。手配が。諦めという悲しみ。かなり悪いですね。まあ、でもね。この手ってまずどんな役つきますか？チャンターなのか、はい、パンパイを重ねてなのかって感じなんですけど、はい。とにかく赤入りなので、そればっかりに縛られて、ウーソーとかウーワンを第一弾に切ることはしないです。パイの一直線はしない。はい、いつもに効きます。こういうものも、本当はどうしようもないんですけど、はい、切らないです。もうこういきます。もうとにかくリーチって言わないと、降りてもらえないというか、相手が曲がってくれないので、こんなバラバラで一つも両面もないけど、はい、おお、第一だ、どうだ。まあ一応国士とかね。あ、そっか、100万積もったらトップか、下茶さん。ちょっと国士警戒します。なので、ファンパイを、こういう展望状況になると、ファンパイの重ねるって上がる確率が減っちゃうのよ。重ねても出ないってこと。そうですね。泣けないってことですね。なんでやねん。これやばいよ。これやばいよ。これ、今回のシーズン。いいね、ガチっぽくていいね。一番悪いですね。見てこれ。一番悪くて、しかもさ、3ピン2枚打たれて。ドラのネックの受け入れが。見てこれ。こんなにガチ番組ないよ。これを、はい。これがオーラスに来るっていうのは相当ガチ番組だよ。いや、カリスマがここからどうやって、あ、すごい。一歩前進。だってこれ3ピン出ないもん。上茶の方3ピン切んないもん。破熱も満直の人だから。ね、そのように感じます。だから、もうこれは、何しようかな。現在2着目で迎えたオーラス。純ちゃんも何も消さないように、はい、全部を保留するしか僕にはもう生きていく道がないのでだからせめて6ピンぐらいは1個切ろうか。3ピン出ないかな。チーって言いたいな。3ピンが出た時だけ仕掛けますか？チーはありますね。もうこれは泣かないと間に合わないんで。それだけね、手が厳しいと、はい、7、8、9できたんで一旦これでちょっと、はい、ローピン切り、はい、純ちゃん三色的な見えてきましたね。見えてきましたね。E1 さんのハイパイが少し良くなってきたか。ぐちゃぐちゃすぎたからね。3ピン以外でも仕掛ける泣きますはいができましたか。もう全部ターツがブロックスが全部足りたんで全部泣きます。おっとっとお、これは上がりやすく少しするために3番の出上がり率を上げときます。風数よりも先にウーワンを選びました。一番関係ないじゃないですか、想図って。はい、僕の手の中で。なるほど。だから引っ張るんです。残し方の順番にも意味があるんですね。はい、僕がこれ最後にこれ出したら、はい、皆さんは関連像とか思いますから。135からこれを残したと思うじゃないですか。想図まだ持ってそうですね。持ってそうなんですよ。で、例えばですよ。はい、3ピンチ、3万チした時のどっちかのチー出しが嘘だったら、はい、やっぱりどうしても関連像ケアするんで、ざまみろと。いいですね、うん、いろんな戦略を使いながら。みんなまだ絶対張ってないんですよ、これ。なので、はい、嘘引っ張ってみます。周りの読みもあって、それぐらい意地悪をしないとこの局は上がれない。意地悪な高原を見せてたわけですね、はい。かなりこの戦略的な、嘘がこれで間に合っちゃったら、ロンって言われちゃったらアホなんですけど、うん、うん、あんな自敗5個並べて6個並べてる人が、はい、今張ってるわけがないんで。でも全然泣かしてくんない、あれ。ペーペー問いとうとし。本当ですね。無理だよ。大きな手を目指してるってことですね。あ、ここで嘘。これはなぜかっていうと、順調が壊れても、789はまだ壊れてないので。3色。はい。なので、3ピンチしたら何金だろうね。もしこれ3着目からリーチが入っても、戦いますか？戦います。いきます。はい。もう、2も3もあんま変わらん。2着も3着も。きた！これで、必ず順ちゃんがつくんで。本当ですね。なので、もう、しかもマックス漫画あるんで。ポンもあります？ポンはやだ。ポンはやだ。できればやだ。ほら、出た。やだ。嫌です。泣かない。泣いた方がいいかもしれないけど、やだ。今んとこ泣きたくない。一応ネックじゃないんでまだそっち。あーもうダメだ無理だ。次泣く。一時我慢したけど、次泣く。だってさ、もう国士なのか、今ソーズ手出しするよ、そろそろソーズ。そろソーズでしょ。違うんかい。まだですかね。やばい、間に合わない。間に合わなく感じました。はい。トイメンさんが今、ローソー手出しでしょ。自敗をあれだけ切ってるんで、はい、いや、この点差で、7900差で、はい、南春発って切ってきたってことは、もう薬杯に頼ってないっていうことなんで、もう手形がもうピンフになっちゃうんですよ。タンヤオなのか知らんけど。タンヤオかピンフか。見て。これはリャンワンですか。これ切って。はい。もう、ここだけだから。ネックは。もう目に見えてのネックですけどね。ただ、しょうがないよね。しょうがないですよね。山一いることを祈って、山に一枚。もう、テンパイ取るから。はい。必ず。きれい。今きれい。筋だぞ。ローピン来てるぞ。きれい。ちげえよ。筋だぞって面白いですね。教えてあげたいってさ。はい。さあ、でも手が。あ、そう。ハイパイもこれだからね。それだけ。2点ぐらいのハイパイ。2点だったでしょ、あれ。私の体感2点でしたけど。やべえ、あれ、チーソーつもぎ買ってっかもしんねえな。先輩の可能性もあるか。まだ。来た。これ、リーチないんですか。高原が、吉塚に決めたのは、リーチないんですか。なんでですか。万が一さ、大きい手を張った人でも打つかもしれないし、打点が、これ危ねえぞ、ヨガ用なら、なんつって。平成のより。大丈夫ですか、山に、そろそろ全然いない範囲なんで、上がれないかもしれないんだけど、リーチして抑えた方が自局になるかもしれないんだけど、ね、最初そういうことをおっしゃってました。宣言敗がこれかもしれないんで、先輩打敗がこれだと切るかもしれない。で、僕の顔はこれだし。大井さん、可愛く小さい子になってきましたけど、皆さんイヤホンしてますからね。大丈夫ですよ。今3番手出しでした。ちょっと、3なんか、どうだな。もう出ない。絶対上がれない。え、山にもないない。ゼロだね。多分。かなり切ない、これ今。腕どうしますこれ、ここから。あ、ごめんなさい、今。ちょっと、ないね。山にないのを感じた。ないね。もう手配に使われてるってことですか。ここない、そうですもんね。ない。1個ずつ。1個ずつ。じゃあこれ、でも。まあ、たまにいるんだけど、1枚、山に。でも、打たれない。もう。打たれないって分かってても、リーチ打たない方がいいんですか。いや、だから今、これ切られたんよ。2枚出たの、今ね。はい。だから、ここですね。もう手代わりがないんで、もしこれを引いてたら、シャンポンなら出たんだよ、これは。シャンポンなら。そう。これは出たの。じゃあシャンポンになったら変えたかったってことですね。そういうこと。でももうそれもすらなくなったんで。それでもうこのいきなりテンション下がっちゃったってことですね。そう、もう。なので、ここでリーチ。もう、これで全てがなくなっちゃったんで、僕の。変化ですね。変化も、上がり率も。変化もあってのリーチせずの判断だったんですね。そうそうそう、これは上がれそうだったんで。大井さん、そこまで読んでんの、でもこれ今、つもぎりリーチだったじゃないですか。周りにはどういった印象になるんですか。周りには、打点が十分あって、愚形とか、中間打点はないかなと。年品ドラ1ぐらいの手はもうないかなと思ってるはずなので、降りてくれると思いますけどね。降りても、テンパイ連チャンでもう一回ですね。そうです。それを狙いました。もうこれね、無理、諦めました。高いんだけどね。でもすごいですけどね、これね。本当ですよ。カリスマでしたよ。ここまではカリスマ。ここまでカリスマでしょ。だから抽選にあと3回つまんですよ。いやでも、そうなんで残ってなさそうって言ってたんですよ。100回に2回ぐらいしか上がれない。お祈りしたらもう1枚ぐらいありますかね。わからない。多分ない。ないです。トイメンって貼ってますかね。もう今一応パピンをされたんで、貼ってると思うんですけど。筋ですね。貼ってると思うんですけど。はい。貼ってるね。多分貼ってると思うけど貼ってますか。これは大丈夫。あと1回。あ、そっか、マニマチか。ちょっと。見てなかった。考えてみます。自分の手、インスタなんだっけ、出てたっけ。あ、止まった。これ降りるかもしれない。これ受けるのか、降りる。ローワン現物。これ多分降りたと思う。今のローワンはかなり受けたように思いますか。いや、3万とスライドしたかもしれない。ああ、なるほど。けど、降りたかもしれない。456から。まあ、どちらなんですかね。わからない。でも今の手出しは。降りたかもしれない。うん、ちょっと、待ち。残品です。高いよ、これ、そのと。いや、分かってます。いるわけないけど。どうだ。危ねえ。そっと切る。これ危なかった。高春そっと切る。これ大丈夫だな。はい、ウーピンでしたね、最後で。はい。流局。はい。ないんだもん、マッチ。ないんだもん、マッチ。一人転敗でした。では、皆さんの手も開けてもらいましょうか。みさん、手を開けてください。はい。一枚ずつ持ってるだろ、どうせ。あ、ほんとだ。ないんだもん、マッチ。すごい。あ、最後、シャアだ。いつも。3番目だったから。リャンパワーのイシャンテンだった。イシャンテンだったんだ。極薄だけどな。でもリャンマン泣かしそうなんだよ。あ、よく来なかったね、偉い。いやー、すごい。危ないよ、変なタイミングで切ってたら大変な女です。さあ、大井さん、はい、あのくしゃくしゃなハイパイから見事、そうですね、すごい綺麗な純ちゃん3色。で、純ちゃん3色ゆえに、3ピンは絶対上がれないと思ってて、で、E1 と EP のシャンポンになれば、少しだけ上がれると思ってたので、ね、そこでリーチは、だからかけなかったってことですよね。脅しリーチに使うには手が良すぎたと。で、E1 が2枚出た瞬間に、もうこれは脅しというか、もう1曲やったりして、最悪もう1曲、運が良ければ、たまに3ピンがいると、1個。まあいなかったな。たまにいたらすごかったですね。たまにいたら8000オールだからね。ねえ。さあ、ですが、大井さん。はい。次の曲につなぐことができました。そうですね。なんとか粘りました。はい。オーラス続行となります。今回もご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。